ようやったのテリーマン。お疲れさん。パーフェクトラージナンバーズとやら、今度はこの私が相手だ。私の元で修行しろ。そして君は真のチャンピオンとして生まれ変わるのだ。これぞ48の殺人技ナンバー3、風林火山じゃ。こら、ドアを開けんかい、すぐる。これは久々にリングで暴れられる嬉しさでの武者震い。ビビってなどおらんわーい。やっぱり王子、いや、スグル大王様のセコンドにつけるのは嬉しいや。おい、犬にはちゃんと首輪とリードをつけてなきゃな。戦いとは分かり合うための手段だ。それが騎士道、正義超人の流儀。戦いから逃げる我らではない。筋肉マン、待たせたな。神聖なリングで殺し合いとは穏やかじゃねえな。こんな奴ら全員この俺がぶっ倒してやるだ。わしが宇宙超人委員会委員長在任中にこんな歴史的な場に立ち会えるとは。すまねえが、俺たち悪魔超人はそんな情けは持たねえ。本物の悪魔の恐ろしさを教えてやる。かけー、素晴らしいミュージックを聴かせてやるぜ。何せその男の心はすっかり悪魔に見入られてしまってるんだからな。聞こえなかったか、悪魔の衆の忍び寄る足音が。どこ見てやがる。俺は勝つだ。俺のマウンテンドロップの破壊力までは想像できないだろう。正義、悪魔、パーフェクト、三勢力の激しい戦いが終わり、ようやく平和が訪れた超人界。しかしその平和も時代の大きなうねりを迎えようとしていた。なんじゃ。パーフェクト超人とは、己の強さに絶対的自信を持った気高き者だけが名乗れるのだ。我々こそがエリート中のエリート超人軍団、リアルパーフェクト超人よ。こんな奴ら全員この俺がぶっ倒してやるだ。パーフェクトラージナンバーズにかかれば、加藤超人などこんなもの。テリーマンは友を痛ぶった奴を許すことはできない。勝負なんだよ。やってやる。正義超人軍対パーフェクトラージナンバーズとの全面対抗戦を。お前の技は俺には効かないのよ。ネバーギブアップが俺の心情でな。ようやったのテリーマン。パーフェクトラージナンバーズとやら、今度はこの私が相手だ。派手にやっていたようだな。来い、アイドル超人ども。パーフェクトラージナンバーズの作るデュエルピットへ。大丈夫、この私が何とかしてみせる。